会場となった広島市民球場、一人、またたびスペシャル広島市民球場は、日本のミュージシャン、奥田民生が2004年10月30日に、広島市民球場にて行った野外コンサート、及び2005年2月23日に発売した、DVD。生まれも育ちも、広島であり、熱狂的な広島東洋カープファンである奥田は、かねてから、カープの本拠地である。 広島市民球場でのコンサートを悲願していた。しかし、広島市民球場は、市街地の中心部に立つという立地条件、騒音問題等もあり、過去に一度もコンサートが行われた前例がなかったことから、同地でのコンサートは難しいと思われていた。バンド形態では、騒音問題は解決できないため、1998年に行われた。 ソロギターでの弾き語りツアー、一人またたびのスタイルで行うことで、各方面へ調整がなされ、球場を管理する。広島市側からは、音量を制限すること、グラウンドに観客を入れないこと、20時までに公演を終了させることの条件を提示される。奥田はこれらの条件を飲んだ上で、2003年、後半に音量などのテストを念入りに行い、これをクリア。 念願の広島市民球場でのライブ開催が決定した。発売告知とともに予約が殺到した影響で、当初は外野席の開放をする予定はなかったが、あまりの予約の多さに急遽すべての座席を発売する事態となった。本コンサートは当日一回きりのため、練習も兼ねて、小樽、札幌、沖縄にてシークレットライブが行われた。さらには、 ソニーの社内食堂でもゲリラコンサートが行われた。こうして着々と準備が進められた本コンサートであったが、前日のリハーサルの時点で降水確率は90%以上という事態に。コンサートの開催が危ぶまれるが、当日は降水確率とは打って変わり回生であった。コンサートは無事に成功を収め、3万2千人もの観客を熱狂させた。 なお、同公演は、登場からステージを去るまで、完全、ノーカットで収録され、翌年2月23日に、DVD で発売された。木村カエラ主演の映画、カスタムメイド10.30は、本ライブのドキュメンタリー映画として企画されたものを、通常の映画に改めたもので、クライマックスシーンは本ライブにおいて一発撮りで、撮影された。 このライブから11年後の2015年11月28日に2代目の広島市民球場であるマズダ・ズーム、ズームスタジアム広島にて一人、またたびスペシャル、マツダ・スタジアムが行われた。こちらも、また、マツダ・スタジアム発のコンサートとなる。ライブは途中休憩を挟み、1回の表、裏の2部構成。触れ合い荒野を行く。 新曲スカイウォーカーブルース羊の歩みの場が立ったった、イオンアーリーサマー桜の季節くんという花最後の、ニュース最初から、今まで唇を噛みしめて、人間ザ、スタンダード息子マザーラーメン食べたい日ひばっか。十点三0青春花になるイージュライダーサスライ、素晴らしい日々最初から、今まで、カスタム一人またたびスペシャル広島市民球場は、二千五年二月二十三日に、 発売された奥田民夫のライブ DVD。2004年10月30日に行われた同ライブを完全ノーカットで収録。発売元は SME レコーズ。ディスク1ディスク2。ありがとうございます。